名誉勲章受賞者の一覧は、アメリカ合衆国が定める最高位軍事勲章である名誉勲章を受賞した人物の一覧である。南北戦争中、アメリカ合衆国政府は最高位の軍事勲章として名誉勲章を制定した。合衆国の敵対者との戦いの中で、自らの生命の危険を顧みず、また課せられた義務を超える功績を示した軍人に対して授与される。 その性質上、死後追贈となることも多い。授与は合衆国議会の名のもとに、合衆国大統領から行われる。1861年の制定以来、全軍合わせて3500名以上の受賞者があり、そのうち19名は2度受賞している。授与の理由となった選考に関する記述を含む訓記の内容は定期的に書籍として出版されている。 第二次世界大戦後には陸軍及び海軍から圧病資本として出版された。1964年から1979年にかけて合衆国上院保健、教育、労働、年金委員会のもとに設置されていた退役軍人業務省委員会は当時最新のものまで全ての名誉勲章勲記を収録した全集を編纂した。1979年以降、 これに対する追記及び編集は議会調査局によって定期的に行われている。陸軍における最初の名誉勲章受賞者は南北戦争中の機関車大追跡にて先行を挙げたジェイコブ・パロット一等兵である。最初の黒人受賞者はウィリアム・ハーベ・カーニーである。カーニーは南北戦争の最中、顔面、肩、腕、足を打たれつつも、 合衆国家を地面に触れさせずに掲げ続けた。唯一の女性受賞者は、下界として南北戦争に従軍したメアリー・エドワーズ・ウォーカーである。彼女は、非戦闘員であったため、授与要,要件の変更があった1917年には受賞を取り消されたものの、1977年には、ジミー・カーター大統領により回復されている。現在、 名誉勲章は1918年に制定された合衆国法典第10編第6241条に基づいて運用されている。授与対象者は授与要,要件となる勇敢な行いの時点でアメリカ軍に従軍していなければならないと明確に定められているものの、実際にはいくつかの例外も存在する。例えば、チャールズ・リンドバーグは陸軍航空隊予備役ではあったものの、 民間パイロットとしての功績について名誉勲章を受賞している。原則としてアメリカ軍人のみが授与の対象となるが、アメリカ合衆国の市民権は授与の要件ではない。アメリカ軍人として従軍したカナダ人からは61人の受賞者が出ており、そのほとんどは南北戦争での選考を称えたものである。1九百年以降に名誉勲章を受賞したカナダ人は、 わずか4人で、ベトナム戦争では、アメリカの市民権を有するピーター・シー・レモンが唯一のカナダ人受賞者となっている。南北戦争は、アメリカ合衆国と合衆国から分離した南部諸州によるアメリカ連合国との間で戦われた戦争である。名誉勲章は、この戦争の際に制定された。南北戦争においては1523人の名誉勲章受賞者があり、 このうち33人が死後追蔵である。大部分は終戦後に授与されており、アンドリュー・ジャクソン・スミスやアロンゾ・クーシングは終戦から100年以上経ってから改めて授与が行われている。インディアン戦争は北米への入植を図った植民地政府及び連邦政府とアメリカン・インディアンとの間で生じた一連の衝突を指すアメリカ側の故障である。 インディアン戦争においては426人の名誉勲章受賞者があり、このうち13人が死後追贈である。受賞者のうち20人はウンデッド2位の虐殺に関与したとされる。カノと羊ような罪における出兵は、アメリカの歴史上最初の朝鮮半島における軍事活動である。戦闘は朝鮮国領だった高華島の周辺で主に行われた。 出兵の目的は通称及び国交確立のために派遣されていた外交施設団の支援、そして沈没した朝鮮ジェネラルシャーマン号の消息を調査することであった。朝鮮国側の鎖国政策とアメリカ側の開国要求の対立はやがて本格的な武力衝突へと発展した。最終的にアメリカ側はその目的を達成することができなかった。米政戦争は 1898年4月から始まったアメリカ合衆国とスペイン帝国の軍事的衝突である。同年8月には戦闘行為が停止し、12月のパリ和平条約調印をもって終戦した。アメリカはスペインに対しキューバの独立運動の平和的解決を求めたが、これを拒否されたことが開戦の発端となった。また、スペインの海外領土での権益獲得を求める。 アメリカ国内の拡張主義的世論の影響もあったとされる。ハバナでの親スペイン派暴動の発生を受け、アメリカは権益保護のために戦艦アセスメインを派遣した。やがてアセスメインが原因不明の爆発により沈没すると、アメリカ国内の緊張が高まるとともに、イエロージャーナリズムが盛り上がり、大手メディアがスペイン側の残虐行為を大々的に報じて、 国内世論を混乱させた。結局、戦争はフィリピン方面及びキューバ方面におけるアメリカ海軍の決定的勝利により終結した。パリ平和条約に基づき、アメリカは旧スペイン植民地のウチプエルトリコ、フィリピン、グアムの統治権を引き継いだ。この戦争では111人の名誉勲章受賞者が出ている。サモア内戦とは19世紀末に 南太平洋のサモア諸島で起こった一連の政治的闘争に対するヨーロッパ側からの故障である。ドイツ帝国、イギリス、アメリカによる一連の戦闘を指し、1899年の諸島分断によって終結した。また、紛争の最終段階は、特に第二次サモア内戦と呼ばれる。第一次内戦は8年間続き、当事者であるサモアの核勢力は、ドイツ、 イギリス、アメリカから大量の装備を受け取り、訓練を施され、時にはそれら大国から援軍が送られることもあった。これらの三大国は、海運事業における石炭の補給拠点として、サモアを評価し、加えて所有権が1870年、移行明確ではなかったサモアの領土にも価値を見出していた。米非戦争は、アメリカ合衆国とフィリピン第一共和国の間で、 戦われた戦争である。アメリカの植民地支配に対するフィリピン人の政治的反発がその発端であった。公的には1902年7月4日に終戦が宣言された。しかし、実際には1913年までアメリカ軍と旧共和国軍及びその他の勢力との戦闘が継続していたため、この期間を戦争に含めるべきと考える研究者もいる。 米非戦争においては86人の名誉勲章受賞者があり、その内訳は陸軍70人、海軍10人、海兵隊6人である。また、4人が死後追蔵となっている。受賞者の中には、ラザフォード・ヘイズ大統領の息子であるウェップ・ヘイズがいる。その他、著名な海兵隊士官のハイラン・ベアーズ、デイビッド・ディックソン・ポーターもいた。ベアーズは敵前線の後方における、 長距離偵察任務に従事し、後の第一次世界大戦にも大佐として従軍している。ポーターは軍人一家の出身で、後に少々に昇進している。フィリピンスカウトのホセビーニスペロスは名誉勲章を受章した最初のアジア人である。ギワダンの乱は新潮末期に起こった反乱である。当時の深刻は貿易、政治、宗教、技術など、 様々な分野で諸外国の強い影響下にあり、ワダ団はこれに反発して放棄した秘密結社である。ワダ団の乱は、新国北部における農民主体の排外主義、判定国主義的な反乱という形で始まった。彼らは、風水思想に反する鉄道を建築を行った外国人、キリスト教徒などが諸外国の影響を強めた根源であると主張し、これらを攻撃した。 1900年6月には北京へ入場をした義和団によって230名の外国人が殺害される。山東省と山西省では中国人キリスト教都数万人が殺害された。西大港の新国政府はこうした事態に何ら対処を行わず北京に残っていた諸外国の外交官、民間人、軍人及び 中国人キリスト教徒らは8カ国連合軍の兵士2万人による救出作戦が行われるまで55日間の牢状に耐えることとなった。戦闘終結後、新国政府は莫大な賠償金の支払い、そして諸交渉における大幅な情報を強いられた。以後、弱体化した新国では様々な改革や政変が起こり、やがて新朝の終焉と、 中華民国の建国へとつながった。義和団の乱においては59人の名誉勲章受章者があり、その内訳は陸軍4人、海軍22人、海兵隊33人である。このうち海兵隊員のハリー・フィッシャーのみが死後追贈となっている。フィッシャーは名誉勲章を追贈された最初の海兵隊員であった。アメリカ合衆国のベラクルス占領は、 1914年4月9日のタンピコ事件への対応として実施され、以後6ヶ月間続いた。事件はメキシコ革命に関連して、米国の外交関係が悪化しつつあるただ中に起こった。海軍長官ジョセファス・ダニエルズは占領任務に参加した軍人のうち56名について名誉勲章の授与を決定した。最終的には63人の名誉勲章受賞者があり、 その内訳は陸軍1人、海軍53人、海兵隊9人である。アメリカ合衆国の配置占領は1915年7月28日から1934年8月中頃まで続いた。アメリカ合衆国のドミニカ共和国占領は1916年から1924年まで続いた。1 9 1七年五月。 ウィリアム・バンクス・ケパートン海軍少将は、サントドミンゴへの艦砲射撃を行い、デシデリオ・アリアス将軍に撤退を敷いた。同年11月までに、海兵隊は、ドミニカ全土を制圧し、軍政府当局の設置が行われた。海兵隊は、東部地域を除く、共和国の大部分で、治安維持を実施し、また、軍政府は、財政の健全化及び、債務の返済、インフラ整備、 統一された軍組織の編成などを行った。第一次世界大戦はヨーロッパを主戦場として戦われた史上初の世界大戦である。死傷者は4000万人以上を数えおよそ2000万人の軍人及び民間人が死亡した。ヨーロッパにおいては6000万人以上の兵士が動員された。1914年6月28日。 オーストリア・ハンガリー帝国の皇位継承者だったフェルディナント大公がボスニア系セルビア人の黒手組とイン・アブリロ・プリンツープによって暗殺された。これを受けたオーストリア・ハンガリー帝国がセルビア王国に対する報復的な宣戦線布告を行うと両国がそれぞれ結んでいた同盟関係によって連鎖的に参戦国は増加しおよそ1ヶ月のうちに ヨーロッパのほぼすべての国が参戦することとなった。第一次世界大戦においては126人の名誉勲章受賞者があり、このうち4人の海兵隊員は陸海軍の双方から名誉勲章を授与された。アメリカ合衆国のニカラグア占領は1909年から1933年まで行われたが、それ以前にも何度か介入が行われている。この介入は、 アメリカ以外の各国による地境運河建設の阻止を目的としていた。1916年、ブライアン・チャモロ協定の下、ニカラグアは準保護国と位置づけられた。アメリカ軍による占領はアウグスト・セサル・サンディの将軍による反米革命の末に終結した。また、同時期には、いわゆる大強行が始まっており、占領に伴う軍事支出が問題視されたことも、 鉄兵の一員となった。第二次世界大戦は同時期に勃発した二つの戦争、すなわち1937年にアジアで始まった日中戦争と1939年にヨーロッパで始まったポーランド侵攻が発端となった。これらの戦争はやがて各国へと波及し、世界を数軸国と連合国の二陣営へと分断した。軍民に合わせて1億人以上が動員され、 人類史上最も広範な戦争となり、大部分の参戦国は、いわゆる国家総力戦の状態に突入した。国家の有する経済、産業、科学技術のすべてが、戦争努力に費やされた結果、最終的に6000万人以上の死者を出す史上、最も生産な戦争となった。さらに各国が投入した、軍事費は合計して1兆ドル程度と推定され、 人類史上最も高コストな戦争でもあった。第二次世界大戦においては471人の名誉勲章受賞者があり、このうち273人が死後追蔵である。全体のおよそ9%にあたる42人は太平洋戦線における2つの戦い、すなわち真珠湾攻撃、または硫黄島の戦いでの受賞者である。また、 全体のおよそ4.5%にあたる21人は6つの戦線にわたって多数の激戦に参加した第442連隊、戦闘団第100不評大隊に所属する日系将兵らであった。さらに第二次世界大戦中には沿岸警備隊における唯一の名誉勲章受賞者が出ている。朝鮮戦争は1948年以来、 分断されていた朝鮮半島の統一を目的として、1950年6月25日に朝鮮人民軍が韓国へと侵攻したことで勃発した。その後、アメリカ合衆国、中華人民共和国、ソビエト連邦の介入を経て、1953年7月27日に朝鮮戦争休戦協定が結ばれるまで戦闘が続いた。この戦争について、 韓国では、韓国戦争や6.25といった表現が使われるほか、北朝鮮では、祖国解放戦争が公的な名称として使われている。ハリー・エストルーマンウェイ大統領は、国連軍の初期の介入を指して、警察活動という表現を用いている。20世紀にアメリカが関与した戦争のうち、第二次世界大戦や後のベトナム戦争はほどに、 注目されなかったとして、朝鮮戦争はしばしば忘れられた戦争とも呼ばれる。中華人民共和国では交尾延長戦争が公的な名称とされるが、一般には朝鮮戦争という表現を使われる。朝鮮戦争においては145人の名誉勲章受章者があり、このうち107人が死後追贈である。ベトナム戦争は、 東側諸国に支援されたベトナム民主共和国とアメリカ合衆国などに支援されたベトナム共和国との間で1959年から1975年4月30日まで戦われた戦争である。第二次インドシナ戦争やベトナム紛争などとも呼ばれる。ほか、ベトナム国内では米国戦争などの表現も使われる。 ベトナム戦争及びその後の12ヶ月間において235名の名誉勲章受賞者があった。1978年以降にはさらに22人への授与が行われており、総受賞者数は257名となった。所属別の内訳は陸軍171人、海軍15人、海兵隊57人、空軍14人であった。この戦争における 最初の受賞者は、負傷者の救助、救命に尽力し、その後の反撃の指揮を取ったロジャードンロン、陸軍隊員だった。この戦争における、最初の黒人受賞者は、戦友を守るために、手榴弾に覆いかぶさり戦死したミルトン・エル・オリーブ三世陸軍上等兵で、ある。また、攻勢を指揮している最中に戦死した、ライリー・エル・ピッツ陸軍隊員は、名誉勲章を受賞した。 最初の黒人将校となった。良心的兵器拒否者だったトーマス・ W ・ベネットは衛生兵としての活動に対して名誉勲章を授与された。海兵隊に所属し兵隊神父の異名で知られたビンセント・アール・カポダンノなど3人の従軍牧師も名誉勲章を授与された。リバティ号事件は第3次中東戦争最中の1967年6月8日。 米海軍の技術調査管理バティがイスラエル空軍の作戦機と魚雷艇による攻撃を受けた事件である。この事件によって船体は深刻な損傷を受け、乗組員34人が死亡、170人以上が負傷した。ベトナム戦争後、アメリカは冷戦終結までにクレナダ侵攻やパナマ侵攻など複数の比較的小規模な紛争への軍事介入を行った。 また、冷戦後は、中東、アフリカ、カリブ海、バルカンなどの紛争に関与した。これらの紛争については、訴求的なものを含めて、名誉勲章の授与は行われていない。1993年10月3日、陸軍レンジャー及び特殊作戦軍所属のデルタホース部隊が、アイディード軍幹部の逮捕のためモガリシュへと派遣された。この戦闘に際し、 2機の UH-60、ブラックホーク輸送ヘリコプターが撃墜された。マイケル・デュラント順位が操縦する2機目の UH-60 が撃墜されたとき、デルタフォース所属の狙撃班の一員である、ゲイリー・ゴードン総長とランディ・シュガート軍総が、同機による通信を傍受していた。彼らは撃墜された、UH-60 付近に展開し、 重傷を負った生存者4名の援護を行った。地上部隊による増援が困難と伝えられると、ゴーオードンは自分たちが墜落地点に向かい、生存者の護衛に当たると提案した。彼の申し出は2度拒否されたものの、3度目でようやく認められた。狙撃チームが携行していた火器は、狙撃銃とピストルのみだった。猛烈な銃撃をかいくぐり墜落地点にたどり着いた。 ゴードンとシュガートは UH-60 の残骸から生存者を救い出し防衛線を設定して防御陣地の構築を行った。デュラントの助けを借りながら狙撃チームは UH-60 に積載されていたアサルトライフルを持ち出し残骸の反対側から接近してくるソマリア民兵への攻撃を行った。シュガートとゴードンは すべての弾薬を使い果たした後に戦死した。生存者は捕虜となったデュラントのみだった。デュラントによれば、この戦闘で少なくとも25名のソマリア民兵を殺害し、より多くを負傷させたという。1994年5月23日、ビル・クリントン大統領は、ゴーオードンとシュガートの未亡人へ名誉勲章を送った。彼らは、狙撃兵としては、 唯一の名誉勲章受賞者である。書籍、ブラックホークダウン、エーストーリー・オブ・モダン・ウォー及び、これを原作とする映画、ブラックホークダウンでは、この戦闘についても描かれている。2001年10月7日に起こったアフガニスタン紛争は、アメリカ及びイギリス、NATO 同盟各国が、同年九月十一日のアメリカ同時多発テロ事件への報復として展開した、戦いである。 いわゆる対テロ戦争の発端となった。侵攻の目的は、テロ首謀者、ウサーマ・ビン・ラーディンの逮捕、テロ組織、アルカアイダの壊滅、及びアルカアイダ構成員を革前各種支援を行ってきたタリバーン政権の排除と定められていた。2001年以降、13名のアメリカ軍人がアフガニスタンでの選考に対し名誉勲章を授与されており、 このうち3名が死後追贈となっている。ジャレドシー・モンティリク軍一等軍曹は、自らの命と引き換えに負傷者の救出を試みた、ことで名誉勲章を追贈された。マイケル・オーマーフィ海軍隊員は、反政府勢力との戦いに加えて、彼の所属するチームが、圧倒的に優勢な敵軍に包囲された際、自らの命を犠牲としながらも、 支援を求めるため本部との連絡を確立した功績から名誉勲章を追贈された。ロバート・ジェームズ・ミラー陸軍二等軍曹の遺族は2010年10月6日に名誉勲章を受け取った。2007年に負傷した戦友を救った功績から受賞者となったサルバトーレジュンタ陸軍特技兵はベトナム戦争以来初めて生存したまま名誉勲章の授与を受けた軍人である。 2011年にバラク・オバマ大統領から授与を受けたルロイ・ペトリー、陸軍一等軍曹もまた生存自受賞となった。ダコタ・メイヤー・ガ兵ヘ長は、ガンジュガルの戦いでの選考について、名誉勲章を授与された。以後、7人が連続して、生存自受賞を受けている。イラク戦争は、2003年3月20日に、アメリカ、イギリス、オーストラリア、 ポーランドなどが参加する多国籍軍がアメリカ主導の下で実施したイラク侵攻を発端とする戦争である。第二次湾岸戦争、イラクの自由作戦、テリック作戦、イラク占領などと呼ばれることもある。イラクでは陸軍から二人、海兵隊から一人、海軍から一人の名誉勲章受賞者が出ている。ポール・レイ・スミス陸軍一党軍曹は2003年4月4日の 戦闘において、負傷者の交代を援護するべく敵軍の足止めを行った先行からイラク戦争における最初の受傷者となった。ジェイソン・ダナム海兵伍長、ロス・エ・マクイニス陸軍特技兵、マイケル・エ・モンスー・ア海軍二等経営兵装は、いずれも戦友を守るため手榴弾に覆いかぶさって戦死したことから名誉勲章を授与されている。来の決意作戦は、 アメリカ合衆国及び有志国連合軍による過激派組織アイスセルへの対応として2014年8月から開始された。トーマス・パトリック・ペイン陸軍総長は2015年10月22日にイラク北部キルクークでの救出作戦で危険を帰り水74名の人質を救出したことから名誉勲章を授与された。デルタフォース隊員としては1993年の モガディシュの戦い以来の受訓であり、また初の存命中の授与となった。第二次世界大戦以前は直接の戦闘に関連しない功績についても名誉勲章を授与することがあり、193人が戦闘以外の功績に関する受賞者となった。その大部分は溺れている同僚を救助した、あるいは救助を試みた海軍将兵であった。 このうちの一人であるテレスフォロトリニダード海軍二等機関、兵装は2010年時点で唯一のアジア系水兵としての受賞者である。一般の救命活動のほか、軍艦詐技能が遭難した際、救助を求めるため小さなボートで31日間に渡って航海したウィリアム・ハルフォード艇長が受賞者となっている。三人の探検家は、 特別議会制定法の下で名誉勲章を授与された。チャールズ・リンドバーグは単独無着陸体西洋横断飛行の成功を、フロイド・ベネットとリチャード・バードは北極点への往復飛行の成功を称えて名誉勲章を授与された。また、アドルファス・グレーリーは陸軍における金属機関について名誉勲章を授与された。外国軍に従軍した個人が名誉勲章を受賞した。 例はない。現行法である合衆国法典第10編第6241条 10USC6241 には名誉勲章の授与要件となる勇敢な行いの時点でアメリカ軍人として従軍していなければならないと明記されている。ただし第一次世界大戦における5カ国の無名戦士の墓には名誉勲章が贈られている。 1921年10月17日、イギリスの無名戦士の墓に対して、ジョン・パー・シング将軍から名誉勲章が送られたほか、ルーマニアの無名戦士の墓、フランスの無名戦士の墓、ベルギーの無名戦士の墓、イタリアの無名戦士の墓にも、同様に名誉勲章が送られた。これに対する返礼として、各国ともアメリカの無名戦士の墓に対して、同等の勲章等を送っている。 ありがとうございます。